皆さんこんにちは、ピアノ .com の石山です。遠州のグランドピアノ、ついに発売です。試作品はあったんですが、実際、皆さんにお届けできる製品化されたものっていうのがやっと出来上がったんですね。2月に入りましたらピアノ .com の横浜と京都に届きます。でそれに伴いまして、お披露目会というか試談会を開催したいと思います。横浜ピアノサロンの方では2月の18日土曜日と19日の日曜日、私行きますのでね、緑区鴨居の方に行きますので、弾きに来ていただけたらと思います。それから京都の方は2月の23日の祝日、25日の土曜日、この2日間開催しますので、コンパクトグランドピアノですね、何しようかなとか言って今ちょっと考えている方とか、遠州のグランドピアノもね、弾いてみて気に入ったら欲しいわとかね、そういう方、一応ですね予約制にしてますので、事前に日時をお知らせください。何日の何時頃と言っていただいたら、一応30分刻みで予約を取ります。同じ時間にですね、たくさんの方が集まってストリートピアノみたいに行列ができても仕方ありませんから、その方だけのために時間を取ります。コロナもありますのでね、できるだけ他のお客様と接触が、ないような形で予約を取りたいと思いますので、でそれでですね、もし気に入られてご注文ということであれば、今回の製造の分は1号機と2号機が横浜と、京都に届くわけなんですが、実際に皆様にお届けできるピアノっていうのはほぼないんですね、今回のロットでは。その次です。つまり初夏ですね、夏になる前ぐらいには完成してお届けできると思いますので、基本的に受注生産なので、今回ご注文をいただいた方、例えば10名なら10名、20名とかね、なるかもしれません。その分の製造をするということで、聞いておりますの、本社の方から聞いてますので、今回気に入られたらご注文いただけて、そしてここまでって線を切ります。そこでちょっと時間をいただくという形になります。でまた次の、今度はその次のロットの分の予約をまた別の機会に取りたいと思いますが、今回、勝負ですね。今回どうしてももう欲しかった方は申し込みいただけたら、今年中に夏までにはお届けできるかなと思います。とにかくこの遠州って私惚れ込んじゃいまして、最初に弾いた時の第1音がえっていう感じです。日本の、いろんなメーカーあります。それぞれね、ヤマハもカワイもアポロもいいピアノ作りしてます。特徴があっていいですよね。ただ今までに聞いたことないようなこの響き方、そしてタッチレスポンスの反応の良さですよね。アップライトでこれだけ反応がいいんだから、グランドはどんなんやろって思うと思いません？小さな部屋でも美しく響く、小さな部屋でも綺麗に響くような、そういう音作りをしたピアノなんですよ。音量を求める方よりも美しさ、響き、タッチ、その辺を求める方は実際試弾していただけたら、いやこれはちょっと違うでというふうに思われると思います。いろんな感想が出ると思いますが、楽しみにしててください。まもなくピアノ .com に届きます。手を入れてそのお披露目会、試弾会で、皆様に公開したいと思います。ぜひ予約をお待ちしております。それではさよなら。